の人と飲んで判定勝利なんだね多分戦闘を再開戦闘を中断します。議連閣下、連邦本部から通信です。終戦協定締結の申し入れです。わかった。これ以上の戦いは無意味だな。申し入れを受けよう。最終的な決着がつかないまま戦いは終局を迎える。完全な勝利ではなかったとはいえ、ジオンはこの戦いに終止符を打つことができ、連邦政府に対しサイド3の独立自治権を認めさせた。悲願であったスペースノイドの自立は成就し、ザビ家の野望は果たされたのである。だが忘れてはならない、連邦軍が国力の回復を待ち反撃の機会を伺っていることを。
宇宙世紀0080、後に一年戦争と呼ばれた凄惨な殺戮劇は幕を閉じた。人類はようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより、地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、この一時の平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから綿々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく、戦いの炎なのだろうか。人の核心たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となりうるのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を迎える。ジオン公国は一年戦争における勝利によって、地球連邦政府にサイド3の独立自治権を認めさせた。悲願であったスペースノイドの自立はついに実現したのである。だが自らを優れた存在であると自負するアースノイドが、この敗北を受け入れられるはずがなかった。連邦は静かに戦力の回復を待ち、反撃の機会を伺っていることは疑いようのない事実である。国力の乏しいジオンにとって、連邦の戦力回復は破滅を意味していた。ギレン・ザビは一年戦争の勝利をより確実なものとするため、連邦に対し先制攻撃を仕掛けるべく、残存戦力の結集と再編を急ぐ。今再びジオンと連邦の新たなる戦いは始まろうとしていた。ギレン閣下、地球侵攻部隊の再編成が終了しました。すぐにでも攻撃を開始できます。しかし閣下、戦力の大半が独立戦争時代の旧式機と終戦時に接収した連邦製の兵器です。時を待ち、戦力の強化を待った方がよろしいのではないでしょうか。いや、それでは遅すぎるのだ。連邦は圧倒的な国力によって戦力を急速に回復しつつある。これ以上待つことは我らの敗北を意味する。確かに閣下のおっしゃる通りです。差し出がましい意見、申し訳ありませんでした。うん、全軍に伝える。これより地球侵攻作戦を開始する。今一度連邦の無能なる者どもに我らジオンの強さを教えてやるのだ。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。